It's Jasmine. 今日はよく使われる2語を教えたいと思います。今日の2語は make up で、話や言い訳などを作り上げるときに使われる2語です。話を作るの方で例文にすると、He made up a ghost story just to amuse his children. で、彼は子供たちを面白がらせるために幽霊話を作り上げたいになります。Thanks for watching. ありがとうございます。